はいどうも皆さんこんにちは、クラクラチャンネルのヘイスケです。今回はですねタウンホール8の天才重バルーンについてお送りしていこうかなと思います。リプレイを2本紹介していきます。そして今回はですね、私ケイスケ、前回こちらの戦術をですねタウンホール8のハイブリッドといった感じでですね紹介したと思うんですけども、コメントでこれ裏バルでしょ、何が違うのみたいな感じのコメントをいただいたんですけども、言ってしまうとですね、なんて言ったらいいんでしょう、ゴレビズの裏バルだったらですね、結構ゴレビズ部隊で進軍していって、そして手の届かない残った、区画の防衛施設に対しては裏バルで壊す、これが裏バルなんですけども、今回はですね、ほとんどタウンホール級のハイブリッドと理論的に同じでございます。ゴレビズ部隊で相手の援軍処理、そして対空砲2本を追っていきまして、でハイブリッドは、まあ文字通り、空と陸の混合でございまして、半分ぐらいをですね、ゴレビズ部隊で壊して、で残りの半分をですね、裏バルで壊していってるので、私、ケイスケはですね、前回、タウンホール8のハイブリッドといった感じで紹介していきました。というわけで見ていきましょう。こんな風にですね、はい、対空砲2本をですね、ゴレビズ部隊で追っていきまして、そして相手の援軍も処理していきました。で、残り、38% ぐらい稼いだところで、もう裏バルをどんどん時計回りで、投入していくといった流れになっております。で、結構火力の密集度高いので、ヒーリングをかけて保護していきまして、こんな風にですね、時計回りで回しているのがですね、タウンホール9のハイブリッドともうほとんど同じような感じなので、面白いなと。もうこれタウンホール8のハイブリッドだなと思ったので紹介したんですね、前回。こういった感じで、なんか長々と喋っている間にですね、破壊神さん、あっという間に防衛施設を壊していきまして、全開といった感じになっております。というわけで、あとはお掃除タイムですね。なのでですね、ただですね、この戦術、タウンホール8初見だと結構怖いかなと思いまして、なぜかと言いますと、スケトラがですね、対空だったらですね、もう残っているの今、裏バルだけじゃないですか、バルーンだけなので、対空のスケトラで結構落とされてしまうんじゃないのかなと思っておりますので、あんまり初見ではおすすめできないかなとは思っております。というわけで、まあ、なんだかんだで喋っている間に、破壊神さん全開お見事でございます。そしたら続いては KY さんの全開リプレイ、こちら見ていきたいなと思います。まあさっきと同じ流れですね。3時方向の対空砲に関しては天才で追っていきまして、で、10時方向、7時方向ですね。ゴレビズを並べていきまして、サイドカットと幅広く施設を削っておきます。こんな風にですね、幅広く施設を削ることによって、裏バルが回るルート短くなりますので、ぜひぜひ皆様実践してみてください。そして、9時方向穴開けていきまして、ゴーレム、ウィザード、ババキンを入れていきまして、レイジウォールブレーカーで一気に奥まで進軍していって、これによってですね、奥の対空砲2本と、あと相手の援軍を狙っていきます。そして相手の援軍が出てきたところで、ポイズンを落としていきまして、しっかりと相手の援軍を処理していくといった風になっております。そしてここからですね、裏バルパート、バルーンパートでございます。空軍パートでございます。はい、こんな風にですね、バルーンを回していきまして、で、先ほども言いました、やっぱり対空のスケトラ、今出てきましたよね。4時方向、出てきておりまして、バルーンチクチクと攻撃して、していて、落としております。なので、やっぱりですね、こんな風に対空のスケトラの場合はですね、この戦術あんまりおすすめできないかなとは思うんですけども、まあ、ここはですね、KY さん、しっかりとゴレビズパートが上手くてですね、ウィザードが1体生き残っておりまして、このウィザードがですね、対空のスケトラをしっかりと落としてくれたので、全開といった感じになっております。というわけで、KY さん全開お見事でございます。はい、そんな感じで、今回はですね、タウンホール8の天才重バルーンについてお送りしていきました。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。